もうね、エリンギの旨味が詰まってて、プリップリ。みなさんこんにちは、メシ杉原です。今回は低カロリーなのに大満足のレシピをお届けします。今回はエリンギを使ってエビチリならぬエリチリを作ります。あのエリンギのプリプリとした食感がエビのような食感で楽しめるんです。そして何より低カロリー、もうこんなにいいレシピはございません。では早速作りましょう。ではエリンギを切ります。今回はよりエビの食感に近づけるために輪切りでいきます。やや厚めに切った方がよりエビのようなあのプリプリ感出てきますよ。では切ったエリンギに下味をつけます。まずは塩、そして胡椒、ここで片栗粉、これをしっかりとなじませます。この後作るソースとしっかり絡むように味をなじませておきます。ではネギとニンニクを切ります。まずネギはみじん切りで、続いてニンニクを切ります。では焼いていきます。まずはエリンギ。さあこのエリンギなんですが、両面にしっかり焼き色がつくまで焼いてください。あ、いい焼き色がついてきてますね。しっかりと焼くことであのエビのプリプリ感が楽しめますからね。さあ焼き色もだんだんと変わってきまして、さあ両面に色がついたら、ここで一旦火を止めてフライパンから取り出します。さあここからはソースを作って仕上げていきます。まずはニンニク、香りが立つまで炒めます。続いてケチャップ、こっから徐々にチリソースに変わっていきますよ。そしてお酒、中華だし、さらにお水、ここで煮詰めていきます。さあグツグツグツと煮立ってきたので、ここで辛さを投入。一味唐辛子、お好みの量でどうぞ。ここで主役のエリンギ投入。このエリンギも美味しさが詰まってギュッとちっちゃくなってますからね。さらに白ネギ、で最後に水溶き片栗粉、しっかり混ぜてとろみをつけて混ぜ合わせると、エビチリならぬエリチリの完成です。ではいただきます。
美味しい。もうね、エリンギの旨味が詰まってて、でも噛めば噛むほどもうその旨味が口の中に広がっていくんですよ。でね、この食感、このプリプリとした食感がいいですから、もうね、なんぼでもこれいけちゃいますよ。ヘルシーでもう大満足、これがエリチリ。皆さんもぜひ試してみてください。